それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。いよいよ卒園式が来週の月曜日になってしまいました。年長さんと過ごす時間もすごく少なくなってきてしまったんですが、今日はその卒園式に向けて第1回目の練習を行っていきました。何度もねこの場で私もお話をさせていただいてはいるんですが、今年の竹組さんは去年私が年中の菊組で担任をさせていただいたお子さんで、他の松さんとか梅さんとかもいろいろ思い出はあるんですが、なんか一人一人園長先生から賞章をもらう姿を見て、ああなんかやっぱり年長さんっていうか、間もなく本当に小学生になるんだなっていうふうなことを感じました。でまた今現在受け持っている子どもたちはその年長さんの姿を見ると同時に卒園式に参加するということで、ずっと延々座って前を向きじーっとしていました。本当にできるのかな、どうだろう、お友達とはね喋らないんだよ、シッとかって言って行く前にはお話をしていったんですが、全然私がそういう言葉をかけることなく式に参加することができていました。今日初めてだったからかなとも思いつつも、でも実際の本当の卒園式にもそのような立派な姿で臨んでほしいなって思っています。子どもたちには帰ってきてから、本間さんもすごかった、本当先生嬉しかったっていうふうに褒めて、子どもたちもニコニコになってくれました。それが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイント、久しぶりなんですが、つくしさんにお邪魔させていただきました。今日つくしさんよろしくねって言うと、よろしくってとても笑顔で歓迎されたのがまず一つ目のハッピーポイントです。二つ目は、今日は通園バッグなどのご用意をしたんですけど、初めて自由ガチョウと同じような大きさのバッグのやつを通園バッグに入れたんですけど、最初大丈夫かなと思ったんですけど、もうみんな頑張って一生懸命こう入れて入ったーってとってもニコニコ笑顔で達成感が得られたので、とてもやってみてよかったなって思いました。またロッカーなども綺麗になったので、子供たちとみんなで雑巾を持ってこう掃除をしてなどをして一日楽しく過ごすことができました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは、私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は今年度最後のお誕生会がありまして、3月生まれのお友達をみんなでお祝いしました。たくさんのお友達を前にしてちょっとドキドキしちゃったお友達もいたんですけれど、インタビューをしながら子供たちの顔を見てたらすごい嬉しそうにしてたんですね。なので今日のお誕生会をすごく楽しみにしていたんだなっていうことがひしひしと感じてきました。でお誕生会の後、年中さんは年長さんになってから行うカレーパーティーのじゃがいもの種芋を各お部屋で切って、そしてその後畑の方に植えました。各お部屋での準備の時に実際にじゃがいもを見せて、このおへそみたいにへこんでるところから芽が出るんだから、ここは切らないようにしてねするんだよ、でそして切ったところは腐ってしまうから「はい」っていうのをつけるんだよ、そして灰をつけた方を下にして植えるんだよというような説明をしてからお外に出て植えてきました。で植えて戻ってきてから子どもたちに「カレーパーティー楽しみ?」って言ったら「すごい楽しみ!」って言ってくれて、それでその中である、子が「僕ねじゃがいも嫌いなんだけど、ちょっとカレーパーティーのカレーのお芋頑張って食べてみる」って言ってくれたんですね。きっとねお店で売ってるじゃがいもよりも美味しいと思うから頑張って食べてみてねって話したんですけど、その後あ先生もなんかカレーのパーティーの時のカレーご馳走してほしくなっちゃった、みんなしてくれるって言ったら、って考えて、その後先生さ大きくなったらさお相撲さんになるんだよね、だからいっぱい食べないとさお相撲さんになれないから先生だけ特別ね山盛りでカレーあげるって子供から言われたんですね。実際日頃から私が子供たちにね、みんな大きくなったら何になるのって質
質問してたら、今度は反対に私が、先生大きくなったら何になるのっていうことを聞かれて、まさかおばあちゃんになると思うよ、それもちょっとリアルだから先生大きくなったらお相撲さんになるっていうのをきっと子どもたち覚えていたんだなと思って、今日はそういう子どもたちの会話で楽しい時間を過ごすことができました。これが今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。他の先生方もハッピーポイントの方でお話ししているかと思うんですけれども、卒園式ももうすぐ間近ということで、年長さんと過ごせるのもあと少しになってきました。今日はつぼみさん、年少さん、年中さん、年長さん全員で幼稚園のお友達みんなで行う元気タイムと3分間マラソンが今日は最後でした。毎日行っていたことなので、ちょっとなんだか寂しい気持ちもあるんですけれども、なんかいい意味でいつもと変わらず子どもたちも元気に園庭を走ったり、お歌を歌ったり、ダンスを踊ることができて、私もすごく嬉しくなりました。また今日は菊組のお部屋の壁面、後ろの壁面と、あと前のお誕生表の方も外していったんですけれども、なんかもう1年経ったねなんてお話をして、菊組のお部屋でいろんな楽しいことがあったよねなんて思い出をお話ししながらお片付けすることができたので、すごく私も良かったです。はい、これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。私は今日赤バスの担当だったんですが、子どもたちの中であるこうものが流行ってまして、私は誰と結婚するんだ、僕は誰と結婚するんだっていうことがちょっと流行ってまして、ある女の子が、私は誰と結婚しようかなってちょっとから始まって、私と結婚したい人ってちょっとバスの中で聞いてる子がいまして、で中に3人ぐらいの男の子がはいって手を挙げてまして、 その聞いた女の子はちょっとニヤッと笑いながらこう恥ずかしそうにこうしていたのがちょっと可愛くて、ちょっとクスッと笑ってしまいました。の一つ目のハッピーポイントです。また年長さんは最後 のバスということで、今までで一番幼稚園生活の中で何が楽しかったって聞くと、最後のお遊戯会ってことが今までで一番楽しかったって上がっていました。でそれから焼き芋パーティーもあったよねとか、サンマパーティーもあったねっていう風に楽しかった思い出がいっぱい聞けたので、今まで幼稚園生活楽しく過ごせていたんだなって思ってよかったです。また月曜日卒園式なので、この年長さんたち楽しく迎えられるように私たちも頑張っていきたいと思います。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は来週のもう火曜日に間違えました、月曜日でした、ごめんなさい、間違えました。はい、それでは私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は今年度最後のお誕生会がありまして、みんなで3月生まれのお友達のお祝いをしました。たくさんのお友達が前に座っているということで、ちょっとねドキドキしちゃったお友達もいたんですけれど、